本からは株式会社アツザワプレゼンツアルミキュービューをお届けします。さあ皆さんよろしくお願いしますね。お願いします。天気いいね。最高ですね。まずねいいね。ちょうどです。風も心地よくてね、本当にいいコンディションなんで、はい、あとは結果 ね、 そうですね、気持ちよく明日を迎えたい。みんながその思いですね。今本当に切実な願い、はい、勝ちに増えてる。間違いない。もうほんまにさっき増えてるね。いろんな方に声かけてもらいましたけど、はい、やっぱり皆さんの顔は、うんうん、勝ちに増えてる顔、当たり前やけど、はい、気をそれまず1個叶えましょう。そうですね。あの1万弱をね、みんなでやり方忘れたわっていうぐらいは、ほんまに勝利の街を聞いて帰りたい。いやもう絶対に聞いて帰りたいですね。状況的にも、はい、ではこちらの熱い戦いとなりましたルヴァンカップ福岡戦、こちらを振り返りましょう。結果はご覧の通り、1-1延長の末 PK で惜しくも敗れました。そうですね。もうあそこまで勝ちたかったんですけど、やっぱり一番あの福岡の方が、まあ、前年の覇者、はい、チャンピオンもあったし、アウェーだったらってありましたけど、やっぱその強度が強い守備のところもそうですし、球際もそうですし、そういう戦いができたんで、うん、それをスタンダードにして今日の試合、はい、発揮してくれればもう絶対勝ち点差来ると思うんで。そうですね。やっぱりあれであそこまで見せてくれた、はい、で今日出る選手が、まあ、出てた選手もいますけど、うん、あの出てなかった選手は含めてそれを見てどういうプレーをしてくれるかっていうのは個人的にもめっちゃ楽しみなんで。確かに。やっぱりあのいい流れっていうのを今日勝ち点3に変えなきゃいけないですね。そうですね、はい、ではあのコーナーいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。良かったシーン、次につながるプレーをピックアップするガチャのメイン、ね、あ1本、はい、入りました。はい、61分のシーンでございます。まあ、シュートは、ね、届かなかったり外れたりしたんですけど、やっぱりこの、この突っ込んでいく気持ちであったり、ゴール前にしっかり手が入ってる、はい、だからこういうところをまず決めなくちゃいけないけど増やしていきたいっていう攻撃のシーン、うん、で守備のシーンは、まあ、本当に大内選手を中心に最後まで体を張って、このシーンも大内選手ナイスセーブだけど、はい、その前にスライディングで宮部が入ってたりね、うんうんうん、やっぱりこういう体を投げ出したプレーのコース限定していく、そしたら、まあ、エリートに苦しめられましたけど、はい、ここをしっかり競ってるからエリートも自由にヘディングできなかったっていうのも含めて、はい、細かなところかもしれないけども、こういうのを追加されて、はい、無失点でいきたいですね今日は。そうですね、はい、取られなければまずは負けない、はい、そして105分のシーンからあとすいませんし、すごい個人技からのシュート、素晴らしいですね。前向いてシュート外れましたけど、うん、すごいゴールに近づいてる感じがするんで、確かに今日もやってくれるんじゃないかと。そうですね、これめちゃくちゃ力強かった、期待をしております。はい、さあということで、ここでリーグ戦の順位を確認してみましょう。どうですか順位は。はい、ご覧のように現在13位。そう、本当に最下位の八戸とのバスケ両しか違わないので、やっぱり上に上に行かないといけないということを考えると、はい、3はもう1でもダメ、サーフィスは絶対ホーム戦、はい、でここからゴールデンウィークの連戦になっていくんで、この試合3ツンで入るのかそうじゃないのかっていうのは勢い的にも全然変わってくるんで、間違いない。今日の試合はめちゃめちゃ大事です、はいはい、その今日の対戦相手はたまたまあるサーブキンです、はい、たまたまあるサルキのファンサポーターの皆さん、ようこそサプライズへお越しくださいました。ありがとうございます。たまたまのうどん好きやねんけど、はい、今日はか、今日はダメですね。食べてないです、まあ、今日はサバで言いましょう、はい、さあ、まあ、本当にでもね、あの状況を見ても、はい、あのかまたまでも早息がなくこの試合を迎えていると思いますし、うん、まあ、まだこのシーズン、はい、未勝利っていうところもあるけど、やっぱり6引き分けあるんで、やっぱ粘り強さっていうのは絶対あるっていうチームだし、1個のきっかけでいい風に転んでしまうこともあるので、そのきっかけを与えないことが大事だし、やってるサッカーはいい時はね、前線からのプレスでハマったりとか、はい、やっぱりサイドを起点にして攻撃していきたいとかっていういいチームなんで、そのきっかけを与えちゃいけないっていうところはあるんでね、やっぱりこの試合先手先手で僕らが自分たちのサッカーをすることがすごい大事な要素になってくるんじゃないかなと思ってます。なるほど。その中でも特に注意すべき人物、ね、選手を挙げるとすると、そうですね、背番号13番のまず前川選手を挙げたいかなと思いますね。彼の今シーズンまだ無得点なんですよね。あ、はい、ただこの
ゴールの嗅覚だったり動き出しっていうのはすごいいいものを持ってるんで、やっぱ運動量もほぐれるし、努力さもあるんで、まあ、さっき言ったのと一緒で、ちょっとのきっかけを与えると乗ってくる選手だなと思うので、そこはもうシャットアウト、今までとシャットアウトするということが大事かなと思いますね。はい、じゃあもう一人挙げるとすると、3番、宗近選手。おい、まあ、安定した守備、まあ、守備のリーダーですよ、やっぱりその経験だったら守備の安定した守備で、守備陣を統率するキーマンですけど、まあ、精神的支柱としても、彼のこう壁をね、越えていかなくちゃいけないっていうところも含めて、やっぱり、キーマンとして挙げて、そこを突破して、得点シーン、多く見たいなと思いますね、やっぱりね。はい、では、我らが松本柳生 SC の今日の登録メンバー、チェックしていきましょう。今日はこのメンバーです。背番号1、大内一成、背番号5、時田正人、背番号6、山口和真、背番号7、馬渡和明、背番号10、菊井雄介、背番号13、橋内優也、背番号14、安藤翼、背番号15、山本康介、背番号16、浦山智彦、背番号20、前田理央、背番号23、滝優香、背番号32、米原修介、背番号40、樋口大輝、背番号41、村越海岸、背番号44、野々村貴人、背番号46、安永レオ、背番号48、藤谷壮、背番号50、ジョン・セリンサリー、以上のメンバーとなります。いやもう今日はもう本当に上原選手バースデーだし、あそうですね、気合入ってると思いますし、す、ね、今日の試合やっぱ暑いし、うん、で、なんか2日ですよ、ルドンカップから、はい、っていうところも含めて、ルドンカップで長い時間出た選手も多い、はい、っていうことを考えると途中から入ってくるであろう選手、うん、俺もちろん最初に当てる選手はもちろんなんですけど、はい、そこに鍵があるんじゃないかなと思ってて、交代個人的にはもう山口和真、うん、やっぱりルドンカップも出てなかったけど、今日サブからのスタートしたので、すごい多分本人悔しい思いしてると思うので、早く早く入ってきてくれて、チームを勝利に導くプレーしてくれるんじゃないかなって個人的にはそういう予感がするし、それと途中から入ってくる選手がパワーを持って入ってくれるかどうかっていうのも、こういう連戦であったり、はい、こういう急の時は大事なんで、そこが一個鍵になるかなと。なるほど、思いますね。勝利のポイントとしてはその交代の選手、そうです、あとジョップも含めてね、そうですね、途中から190も入ってきたら嫌でしょ、サービスは。確かに、はい、そこに足して、はい、そしてそれを後押ししてくれる皆さんの応援のパワーも必要だと。毎回言うんですけど、いつももらってるんですよ、もらいすぎぐらい。でも本当にそれを返せないのが、まあ、我々チームなんで、やっぱりそこをしっかり返してね、一緒に最後にアルプス1万弱で喜んで次に向かいたい、連戦に向かいたい、ゴールデンウィークに向かいたいという気持ちあるんで、はい、今一度また共闘してもらう、チームを信じて、選手を信じて一緒に戦ってほしいと思いますし、共に勝ってね、今日喜んで明日を迎えられるように共に頑張りましょうということで、今日も皆さん暑いけどよろしくお願いします。以上、株式会社マツアンプレゼンツアミン TV お届けしました。絶対勝つよ今日、いくよ、加瀬さん。